ジェフ・オギルビーは、オーストラリアアデレード出身のプロゴルファー。2006年の全米オープンゴルフ優勝者である。世界ランキング自己最高位は4位。イギリス王室のアングス・オギルビーの登園であることも知られている。身長188センチメートル、体重82キログラム。7歳からゴルフを始め、1998年にプロ入り。2000年末に、 アメリカ PGA ツアーのクオリファイングスクールに合格し2001年から PGA ツアーに参戦を開始する2005年2月27日トゥーソン・クライスラークラシックで PGA ツアー初優勝この年は全英オープンで5位タイ・全米プロゴルフ選手権で6位台に入った2006年2月最終週に行われた世界ゴルフ選手権 1> 第1戦のアクセンチュアマッチプレー選手権決勝で、オギルビーは、デイビスラブ3世を破って初優勝を飾り、初めてのビッグタイトルを獲得した。4ヶ月後の全米オープンは、アメリカニューヨーク州ママロネックにある、ウィングドフットゴルフクラブで行われた。6月18日の最終ラウンドで、オギルビーは、首位タイの2人と1打差からスタートし、72で回って、 最終スコアを5オーバーパーにまとめた。最終組の一組前で回ったオギルビーが、スコアカードの提出を終えた後、最終18番ホールを、首位の4オーバーで迎えていたフィル・ミケルソンが、土壇場でダブルボギーのミスを犯し、最終スコアを6オーバーパーに落としたため、オギルビーのメジャー大会初優勝が決定した。オーストラリアのプロゴルファーが、メジャー大会で優勝したのは、 1995年の全米プロゴルフ選手権を制したスティーブ・エルキントン以来11年ぶりの快挙であった。2007年のアクセンチュアマッチプレイ選手権で2年連続2度目の決勝に進出したが2月25日の決勝でヘンリクス・テンソンに敗れた。2008年3月の CA 選手権で優勝し世界ゴルフ選手権シリーズで2勝目を挙げる。2009年は 年頭の開幕戦、メルセデス・ベンツ選手権で優勝した後、再びアクセンチュアマッチプレイ選手権の決勝に進み、ポール・ケイシーを 4&3 で圧倒し、3年ぶり2度目のマッチプレイ優勝を果たした。これにより、オギルビーは世界ランキングを自己最高の4位に上げた。ありがとうございます。